たちのおすすめアイテムを紹介します。こんにちは、早乙女あまりです。私のおすすめのアイテムを紹介していきたいと思います。まず1、ストレッチポール。お風呂の部分が柔らかくて青い方が少し硬いので、どこをストレッチするかによって使い分けてて、すごい便利なポールです。マッサージガン、マイトレックス。普通のやつより小さめなので持ち運び用に便利です。で、3、無事のものになってしまうんですけど、ピンクの軽い、これは背中とかお尻とかでマッサージしています。4、タコットさんのブランケットで、衣装着てたりすると床に座ることができないので、これを引いて座ったり、ウォーミングアップする時などに引いてストレッチしています。エンジニングで、シュウ上村さんのクレンジングオイルインフォーム使っていて、メイクも落ちてお肌も綺麗になるのでおすすめです。最後は、腰巻き。これはバレダンの森田理香ちゃんにお誕生日でいただいたものなんですけど、これ腰に巻いたりして温めています。以上です。ありがとうございました。富永海です。僕のおすすめアイテムを紹介したいと思います。4ドクターです。ウォームアップストレッチの時から乳首に入って温めていくっていう感じですね。マッサージガン、ハイパーボルトっていうもうちょっと大きくて重たいものを使ってたんですけれども、持ち運びが大変なので少しちっちゃめのやつにして、まだきついなーってところに当てて愛用してます。楽屋いる時はもうひたすら凝ってるところに当ててます。あんこがすごい好きで、どら焼きいつも食べてます。アンパンの時もあるし、とりあえずあんこがあればいいかなっていうことで、オーブンチャージも兼ねてあんこ系をよく食べてます。甘いもの食べたらしょっぱいものも食べたいなのでプリングルス、塩分チャージってことでここから摂取してます。まあ、ただ好きなだけなんですけど、アミノバイタルですね。先輩が飲んでて、僕も飲んだら結構パフォーマンスがなんかいつもより向上した気がするので、そこから歌やるときは毎回飲んでます。みんなそうなんですけどまあお水ですね、今1本しかないんですけど、3、4本ぐらいストックして補給してます。以上です。ありがとうございました。こんにちは、杉山桃子です。私のおすすめのアイテムを紹介していきます。タコットさんのサウナパンツ、保温してくれるので、舞台中はやっぱり冷えるので夏も冬も欠かせないアイテムです。で、その下にもう履いてるんですけど、タコ厚タイツ。舞台中は特にいつもと床も違ってむくむので、待機してる間は服用してちょっとむくみを少しでも軽減させるようにしています。太陽を張ってるんですけど、少しでもこう冷やさないように怪我の予防にもなるので、今は腰なんですけど、お腹に貼ったりして温めます。ディオールのボディスプレーです。香りすぎると酔っちゃったりするので、ボディスプレーだと薄くふんわり香るので好きです。ディオールのフェイスパウダーとってもよくて、初めて使った時にびっくりしたんですけど、これでいつもこう立体感を出すために使ってます。なんだっけこれ、クリアランスだっけ、クラリンスだっけ、忘れちゃった。クラランスの、メイクアップ終わった後に、シュッと吹きかけるスプレーです。汗で崩れやすいので、いつもこれを吹きかけて本番に臨んでます。終わりです。ありがとうございました。